モモタロ電鉄ワールド、モモタロ電鉄ワールドは、ハドソンから2010年12月2日に発売された、ニンテンドー DS 用、ボードゲーム。モモタロ電鉄シリーズ第21作。携帯アプリの、モモタロ電鉄ワールド同様、世界を舞台にしているが、全くの別作品である。携帯ゲーム基盤としては、唯一の世界編となった。 世界各国が舞台だが、ゲーム内の通貨は円で統一されている。また、マップは大西洋を中心にしたメルカトル図法のような形で描かれており、左右の端は通常つながっていない。CM イメージキャラクターは山本あずさと戦場カメラマンの渡辺洋一が起用された。家庭用ゲーム機向けシリーズとしては、ハドソンが開発。 販売した最後の桃太郎シリーズ作品である。また本作は、土井隆之が、すべてのキャラクターのデザインを手掛けた最後の、家庭用シリーズタイトルとなっている。うちは、出現地域。は、独占すると仲間にすることができる、物件駅。新たに追加された特殊マス。うちはマスに書かれた文字。前作までに存在した、クレジットカード、プラチナカード。 皆ぶっ飛び、カード、夢のまた夢カード、シャッフルカード、貧乏人直撃カード、エアポートカード、金庫よれ、カード、裸一貫カード、助行運転カード、レッツゴカード、渡りに船カード、パロプンテカード、対抗検知カード、ワープ駅カード、便利系消滅カード、ビンゴカードは廃止された。しかし、里帰りカード、ラストデビルカード、リニア周遊カード、 レビキュラーカード、に、行け。カード、カード交換カード、最寄りの駅で、カード、諸突猛進カード、ブックマークカード、罰当たりカード、うんち突入カード、お役御免カード、ラリーカードは、本作では登場しないが自作では、再登場している。ありがとうございます。